アウトと同時に大歓声。ボートレース琵琶湖 G2 第8回レディースオールスター6年ぶりの琵琶湖開催、そしてこの時期の開催はラスト。戦いの物語はいよいよクライマックス。チャンピオンを決める最終日頂上決戦第12レースの開始です。動きはなく定番順、第12レース優勝戦、今大会ファイナリスト6選手とコースです。インコース1号艇福岡渡辺由美、3日目から4連勝中、巡ってきたファイナル1枠特別戦初 V チャンスを生かしきるか。2コース2号艇愛知宇野弥生、レディースオールスターは2大会連続で優出、11年7ヶ月、7ヶ月ぶりの G2 戦 V を狙います。3コース3号艇静岡三浦恵里、準優は4からまくりで勝利、テクニカルエリーの剣道将来なるか。4から4号艇地元氏が遠藤恵美、地元琵琶湖で女子特別戦全冠制覇で昨日の汚名返上を狙います。5コース5号艇広島雲野ゆかりは、レディースチャンピオンは過去2回優勝、レディースオールスター初優勝へ健康一滴の走りが出るか。6コース6号艇岡山森谷美穂、2度目のレディースチャンピオン制覇へ人気と走りの最初権利を見せつけるか。6コース戦いよいよ戦機も熟してまいりました。レディースオールスター優勝戦、インコースから1番、2番、3番、ダッシュ、4番、5番、6番です。スタートしました。優勝戦、インから1号艇の渡辺、コーススタートを1番へと向かっていきます。インから逃げの体勢、1号艇渡辺、2号艇宇野差して、3号艇三浦のまくり出し、内を狙った5号艇、4号艇少し交錯、バックへ入って堂々押し切りました。1号艇渡辺由美先頭、2番手は2号艇宇野、3番手最初通って上がってくるのは6号艇の森谷、外には5号艇雲野と3号艇三浦、あとは4号艇遠藤、スタートは前提正常でした。1号艇渡辺由美先頭、2番手2号艇宇野、内から6号艇の森谷を定冠を詰めてくるホーム側、先頭1号艇の渡辺、2番手は2号艇宇野がキープか。内から6号艇の森谷、あとは5号艇雲野、4号艇遠藤、3号艇三浦で2周1マークの旋回。1号艇渡辺先頭で2周1マーク、2番手6号艇森谷コーナー先手、差し返す2号艇の宇野、2番手ですが6号艇の森谷が上がってくるか。内2号艇の宇野で1、6、2か1、2、6か。6号艇森谷直線では一定心配、2周2マークの旋回。1号艇渡辺先頭で2周2マーク、焦点は2番手争い、2号艇宇野が内から先前、差し返す6号艇の森谷、2番手ですがシーソーゲーム、外2号艇の宇野が今度は前に出るか。内6号艇の森谷、1、2、6か1、6、2か、優勝戦最終周回です。陰線堂々トップスタート押し切りました。1号艇渡辺由美先頭、そして2番手争いは2号艇の宇野が外から前に出てコーナー先手、6号艇の森谷内を狙っていくんですが、ここで2番手争い決着ついて、上位は1、2、6、優勝戦最終ターンマークの旋回です。念願の特別戦初優勝へ、1号艇渡辺由美先頭で最終ターンマーク、今ウイニングターンを決めて最後の直線、2番手争い抜け出したのは2号艇宇野弥生、6号艇森谷が3番手、上位1、2、6、レディースオールスター優勝戦まもなくゴール、優勝おめでとう、1号艇渡辺由美5輪、2番手2番宇野が5輪、3番手6番森谷5輪、後ろ5番雲野、4番遠藤、3番三浦の順で5輪です。以上第12レース優勝戦でした。確定放送の後場内テレビで優勝選手インタビュー、準備が整い次第ウィニングランを行います。さあ G2 ですね、第8回レディースオールスターウィナーは渡辺由美選手です。おめでとうございます。念願のタイトル獲得となりましたけれども、今今日の一つだったので、はい、はい、クリアできました、はい、レースは優勝戦を振り返ってみていかがでしたか。スタートだけ本当に早くて緊張しました。今節はお弟子さんもいる中でのレースとなりましたけれども、はい、かっこいい姿見せられましたね。そうですね、教えるのは苦手なんで、はい、姿で見てもらえたらなと思います。上里選手が優勝したら一緒にお祝いに行きたいって言ってましたけれども。そうですね、はい、してもらおうと思います。はい、これで SG のオーシャンカップの出場も見えてきましたけれども、はい、そこだけが嬉しいです。はい、次なる目標はいかがですか。もっともっと上のステージで活躍できるように頑張ります。では最後になりますが、応援してくださるファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、今回この大会はファンの方のおかげで出れたので、優勝できて嬉しいです。また来年もよろしくお願いします。優勝しました渡辺由美選手です、おめでとうございます。